僕は毎週花金を死ぬほど楽しむ渋谷区在住独身の33歳 IT 社長。今回はそんな僕の福岡花金ライフをお送りいたします。それではどうぞ。金曜日何時や？5時。金曜日5時なんでちょっと行ってきます。羽田空港の方まで。はい、アナです。はい、これ実はめちゃくちゃアナじゃなくてジャルでした。めちゃくちゃギリギリで危なかった。急いで席取ろうと思ったら、どこが空いてる席わからへんねんこれ。まあやっぱりこっち取るよね。高い方取っちゃった。空港混雑また上昇いたしまして、福岡まで行っちゃって到着。まさかの1軒目の宿がこれ。まさかの宿。ちょっと待って、どこ？僕の HHH です。書いてるわ。えぐい。これが宿や。キッチン。おお。はいはいはい、次こっち、次こっち。めっちゃでかいやん。めっちゃでかい。どこ行くんすか？おいおい、楽しみ。1軒目、金盤楽しもう。1軒目来たお店は焼き鳥屋あん。ここのつくねめちゃくちゃ美味しいからぜひ行っちゃってください。すまずは卵を溶きますと。これこのまま口に運びます。すいません。うん、わ絶対うまいよ。仕事中にこいつ焼き鳥食うとんぞ。何しとんねん。焼き鳥食うな。2軒目、2軒目行く時に女の子と電話し始める。でそこから2軒目行ったのが万葉の湯。これ博多行ったら絶対行くとこ。マジで整うからみんな行っちゃって。あー、最高の一プロ。どうでした？最後はこうなる。そんな感じで1日目は終了。やっぱり寝る前の整った後のハイボールはマジ最高。さあ今から博多の2日目。じゃーん。2日目のお昼は天神にあるオムヤ。ここマジで安くて量が多い。俺が頼みすぎた。量が多すぎる。2日目は博多に来たら絶対泊まるとこ、シャホテル。ここマジいい感じ。めっちゃ疲れた。え？あかん。よし。うお。相変わらずやな、ほんまに。カラオケあんの？最高やん。めちゃくちゃいい。カラオケどこあんの？晩飯新三浦水炊きです。ここの店は水炊きの新三浦。ここ110年も続いてて、継ぎ足し継ぎ足しの出汁がめちゃくちゃうまい。一生に一回は来てほしい。こんな顔してんのお前。最前線を走ってる。ほんまに元バーテンダーやから。あー、そうやって入れんのや。これで自分で飲んだらめっちゃもろいけどな。これで俺渡す前にちょっと一口。ちょどう？ん？うわぁ、うますぎる。水炊きはやっぱ新三浦です。オンベロベロ。そのちゃん、あっ、来て来て。もっと来い、もっともっともっと来い、もっと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 ちょうだいよ。3日目の朝です。ベロベロ。2日目バリ太った。以上。3日目のお昼は銀座天一。この天ぷらちょっと重かったな俺からしたら。しゃれている。しゃれている。
3日目の夜はお寿司の高坂さん、これ実は100名店にも選ばれてる超美味しいお店、ぜひ行ってみて。でこの後のこいつの顔がめちゃおもろい。おしぼり渡させてくれない？はい、はい、どうぞ。死者のフレーバーございますか？甘いのがいいです。どれくらい甘いの？初恋の時ぐらい甘いの。甘いなおいいね。私は最強。シメのラーメンめっちゃ楽しみにしてたのに売り切れある？最終日の朝めっちゃ老けたな。ラスト4日目のお昼は博多のもつ鍋前田屋。博多のもつ鍋前田屋博多のもつ鍋上がってます。戻ってきましたけど、タバコと家の鍵を会社に忘れる。せっかく家帰ったのに、あ、ちょっと待って、うわ、エアコンついてるやんけ。だろ、うちの会社エアコン消すの忘れずに。誰や。